c g s をご覧の皆様こんにちは。カゼヤです。今日もですね、読み上げの中心ということでやっていきたいと思います。今日はあれ、今日は規則に従い人の難儀を助ける良い子供というまた謎のタイトルがついておりますが、まあ今日はですね、あのこれあの公開収録でやってるんですけども、六本撮影するんですよ。六本ってね結構ね大変なんです。 僕もね汗だくです今本当にこのやっぱねこの静かな雰囲気の中でこう見られながら見られながらやるっていうのがねちょっと今意味深なこと言いましたけど <laughs> <laughs> ちょっと、まあ、まあこれで今日はもうこれでラストっていうことなんでまあまあ続きますけどね今後も続きますけどやっていきましょう。規則にに従え一人の子供が土手に登りました、えー、連れ立っていた友達が縦札を挿してこの通り登ってはならないと書いてあります。 規則に従わなければなりませんと言って止めました初めの子供は誰も見ていないから構わないと言いますと友達は人が見ていなくても規則には従わなければなりません早く降りなさいと言いましたそれで初めの子供は悪いと悪いと気がついて土手を降りましたということですねまあねすごい正直ですねこの上ろうとした子もねそれはすごいいい子だと思います誰も見ていなくてもダメなものはダメなんですよ 小さい例で言うと信号無視したりねなんかこう車来ないからいいかなってそういう時あると思うんですけどまああのダメなものはダメだとまあ渡っちゃう時もあるんですけどあのなんかこう斜め横断しちゃったりとかそういうのはいけないんですね気をつけましょうということですおテント様が見ているの精神ですねなんかこう誰も見てないけどなんかこうおテントさんを見てんじゃないかなんか最近あんま言わない ですかねこういうこと最近というか、まあ、僕も25なんですけどあんまり最近は聞かないんじゃないかと思いますただ何かこう人よりなんかこう大きなものの存在っていうかねなんかありそうな気がするじゃないですか僕なんか何の宗教信じてるわけでもないんですけどなんかこう何か大きなものに見られてるっていう精神は僕は大事だと思いますそれが心のブレーキになりますし良くないことをしよう,しようとした時に本当ねこういうのがブレーキになるんですよ本当にに悪い友達に勧められて ね、この変なことをしようとしたときに、あのブレーキになりますから、これねぜひお前頭様が見てる、いう精神は心に止めて止めておいてほしいと思います。はい次ですね。ちょっとあの印刷がちょっとあれなんですけど、人の難儀を救え。一人のデッ子が車を引いて坂道を登っていきましたが、ぬかるみにかかって難儀をしていました。えー、吉太郎は学校の帰りがけにそれを見て気の毒に思い、後ろから 押し上げてやりましたのでやっと坂の上へ行くことができましたでっちは喜んでお礼を言いましたなんてねこれもなんかあの CM を思い出せますよねこれファイトちなみにこれね大正期の教科書なんですね大正製薬っていう、ね、全く関係ないですけどね <laughs> まあだから上でなんかこうねタオルに 1,000mg 配合のあれを飲んだんじゃないですかはい過保護もよくないが。 人の難儀には手を貸すと、まあ、無償のこう提供ですよね。あとねこうなんかこれをしたらこれしてもらえるだろうみたいなそういうのはあまり考えずですねなんか困ってるなら助けてやればいいんじゃないかなと思います。まあねこういうかなり骨の折れる作業ですけれどもこれ相当重いですよこれ。っていうかこれ1人で運べっていうのがちょっとふざけてますよねこれ。相当な 苦労してるんでしょうということでなんだかんだですねもう2年生もこれで終わりなんですよまあ実はですねちょっと飛ばしてる部分はありましたあの結構ね記述量も増えてきたんで結構飛ばしてるところもあったんですけれどもまあこれが総まとめということで2年生はここで終わりということになりますということで最後良い子供ですねこの子は先生の教えを守る良い子供です学校に行っても家にいても心がけがよく 友達とは仲良くし、人から受けた恩を忘れず、自分のことは自分でし、いつも天皇陛下の御恩をありがたく思っています。その上、物もよくできるので、今日学校で賞状をもらいました。父母は喜んで、この後もますます骨を折って良い人になるようにしなければなりませんと言って聞かせています。もうまとめなんですよ。これ。むしろね、これだけでもいいぐらいなんですよ。正直、ただ、あのエピソードを交えることによって、よりなんか親近感が湧いてくるんですね。 何週前かちょっと分かんないですけどあの小太郎とねあの文吉の話がありましたけどあれいんか身近な例を出していくことによってあの子どもにもわかりやすくしているそして反復してやっていくということですねまあこれ2年生のまとめですと初心忘れるべからずと知ったら実践しましょうとこれあの大人でもそうですあの抜けてる項目ってあると思うんですよちょっとねあの今大人になったけれどもちょっと抜けてる項目があると思うので それをですね今一度思い出して実践していくやっぱ実践したいと意味ないですからねどんな知識でもこう覚えただけじゃ意味がなくてそれをこう発揮していく、えー、外に出していくアウトプットしていくっていうのがとても重要なことですはいということで、まあ、次回から3年生の内容に入るんですけれども3年生になるとですねかなり変わってきますかなり変わってきますこの燃えるようなエフェクト記述内容がまあもちろん増加しますよね であの今までちょっと待ってくださいねこれ全部ひらがなに直ってたんですけれどもこれ実は,原本では全部カタカタナなんです1年生2年生は全部カタカナで3年生からひらがなになっていくんですね。だから昔の教育方針としてはだからカタカタナの方がまあ教えられてたというか、まあ、両方やるんでしょうけどそこで、まあ、カタカナをやってでこっちに移っていくと。 その転換点がまた燃えてますけど。<laughs> で関わりの範囲っていうのは例えば、えー、文吉と小太郎みたいに、まあ、これ何週あの多分6週目ぐらい前だと思うんですけどすごい身近なことじゃないですか。例えばそのなんかね今日どこ,どこ行って「マリオを亡くしました」とかねそういう話が主だったんですけれどもここからですね あの身近なところからちょっと範囲が広がってですね国とかそういうものをもっと意識していく内容にどんどんなっていきますですからまあ,あの、まあ、1年生2年生でもその戦争の話とっていうのは出たんですけど今後もどんどん出てきます一つですねあの知っておいていただきたいのは戦争がこうまあ駄目なのはダメなんですけれどもいつでもダメだってあの選択肢ですらないっていうのは僕はちょっと違うと思うんですね。選択肢ではあるけれどもダメだと いうスタイルでいいと思うんですよ。あの、何でもかんでもですね、こう全否定してしまっても、なんかもう先に進まなくなってしまうので。まあ、ちょっとですね、まあ、余裕を持っていけばいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、国の記述が増えますから。まあ、ね、ちょっとここから賛否。まあ、いろいろあると思います。で、僕はですね、戦前が全部良かったとかね。言うつもりはないんですよ。もちろん。あの、だって、戦前だって。すごい凶悪な事件とか、まあ、その少年犯罪とか。 ありますしそれあの今でもありますけれどもそれ今腐敗しているのが今だけ腐敗しているのかって言ったら昔にもそういう事件はありますから一概にあの戦前が全て良かったんだっていうわけではないですよね。で今歴史を経てここまで来ているので戦前の良かった部分は思い出してで今のいい部分はそこを残してでどんどん発展させていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。ということでですねまあ次回から3年生の内容、まあ、ここからあの。 偉人のね、えー、面白い話とかも出てくるので、まあ、なかなか、えー、骨のある内容になほんとね教科書読んでるだけでも面白いのでね、まあ、興味ある人はですね尋常小学就信書とかね、えー、ネットで検索すると、まあ、自分でも調べることができるので、まあ、まあの自分で調べるのってやっぱり重要ですから、えー、自分でですね、えー、本買うなりネットで見るなりしてみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで次回から3年生の内容やっていきますので。

次回の公開収録はこちらに上がっておりますこの日程この会場で行ってまいります今回も力いっぱい頑張ってまいりますので是非皆さんたくさんお越しになってくださいよろしくお願いいたします